やっていいよ、じゃやだやだのやだのやんでいいよ、みなさん、こんにちは。響きの所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル。今日の担当は遠野ひかると妻切りさのドーナツムです。はい、世間はただいま、あのシーズン、ただいま、あのシーズン真っ只中でございます。なんだ、そんなシーズンに合わせた今回の企画はこちら、うん、即興エチュードで演技力を鍛えようハロウィン編。出たエチュードね、また来たよ。やったね、なんかあんま記憶ないけど結婚した記憶は覚えてる、ちゃんとそこ忘れて大丈夫だよ。なんでなの。ハッピーハロウィンということで、以前もね、もあの挑戦したんだけれども、エチュード、今回はそのハロウィン編、うん、だからハロウィンっぽい衣装を着ながらエチュードに挑戦していこうという企画でございます。ございます。で、エチュードの設定とオチの言葉が決められているので、くじで引いたやつに合わせてやっていこう。なるほど。2人で協力して進めていきましょう、うん、任せてよ任せなさいってどういう笑顔だこんなにさ、任せられないことあるっていうぐらいダメじゃん。大丈夫よ、協力だよ。大丈夫、分かってる。大丈夫、任せて。トロツブ3年目まあね、そんなにね、相談しちゃいけないということで、でスタッフさんの OK が来るまで出た、頑張ってくださいということでございます。やめられないやつだ。今回の衣装はスタッフさんが2人に似合うやつを用意してくれたんだって。なんだろうね、なんだろうね。え、 YouTube っぽいのやろ。いいよ、着替えて、着替えに行くからね。行くよ。飛ぶ。やり慣れてない。やり慣れてない。それじゃあ、お着替えレッツラゴー。え、ちょっと帰ってきて。止めちゃった。じゃじゃーん。ガオガオそんなんだっけ。ガオオカミってそんなんだっけ。ということで、今回は赤ずきんとオオカミのコスプレでございます。いいじゃないの。くるるって、ほら、くるくるくるってしてごらん。あらー、おいしそうな赤ずきんちゃん。バサバサ響きスタイルということでねじゃあね、早速だけれども、この足元にねボックスがあるので、こちらからくじ引きしましてね、ちょっといろいろとエチュードの内容をね決めていきたいと思います。オッケーオッケー。引いてく。行こう。いいよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、勝った、どうぞ。いいな。うん。何が出るかな、何が出るかな、じゃらら、じゃら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 。はい、はい、設定は、お互いどんな仮装をするか相談してなかったのに、うん、奇跡的に同じ作品の格好だった時の驚きのシーン、うん、驚きのシーン。最後のセリフは、うん、桃太郎だったらよかったのにね。どういうことなの。じゃあ、どんな仮装するか想像してなかったのには、奇跡だね。オッケー。じゃあ、力に来るわ、私。誰もいなくなった。誰もいなくなった。え、では、よーい。さあ、ラララララ、おはよう。絶対誰ともかぶらないと思ったのに。いや、かぶってはないよ。でしょ、なんだっけ、うん、赤なんだっけ、赤ずきん、赤ずきんちゃん。そうよ、あなたがさっきアリスって言った赤ずきんよ。バラすな、バラすな。私は赤ずきんちゃんだったの。あなたは赤ずきん。あなたはもしかして狼になってきたの。狼にしたんだ。何の狼さん。何の狼さん、うん、狼、灰色の狼だよ、ほら。そういうことはもしかして赤ずきんちゃんに出てくる狼さんということは、私たち奇跡的に同じ作品すげえ台本。でも私はね、うん、オンリーマ
ンウェイな感じにしたかったわけよ。わかり？オンリーマイウェイにしたかったけども、ユウと私は同じセームな感じ。確かにオオカミさんってさ、私のおばあちゃん食べてるんでしょ。なんてこと。それじゃあここは絶対に愛入れないじゃない。はい、あ、言えない、うん、でもね、うん、でも僕が食べたおばあちゃんの中ではマジで美味しくなかった、うん、私が俺が一番今までの人生で食ってたのは食ってて美味しいと思ったのは、うん、桃太郎っちゅうやつがいいんだけど、そいつのババアがめっちゃうまかったあなた桃太郎さんのおばあちゃんも食べたの？うまかった。あ、もう一回食べたかったから、桃太郎の方が良かったのにな。やばいね、すっごい残酷な話してるけど大丈夫かな。だってもうコスプレじゃなくてさ、うん、もう狼になりきりされちゃってさ、コスプレと一緒だった時のさ、あれなのにさ、もう狼だからさ次行こう次行こう。悪くないじゃん、なかろうか。いいじゃない、ひたちゃん引いて。はい、次ね、うん、ずっと片思いだった狼が赤ずきちゃんについに赤ずきちゃんについについに告白するシーンだ。わお、あら、最後のセリフ割りかねいい、うん、あ、オオカミくんお待たせ、何今日の用あらさ、俺な、気づいてるかもしれないんだけど、うん、私お花を摘んでおばあちゃんのところに行かないといけないから。おばあちゃん食ったかも。大丈夫、おばあちゃん食った。食べた。人類というものはな、有限じゃないんだ、命が。わかるか。だから君のおばあちゃんそのまま生きてるといつか死ぬかもしれない。わかるか。いや、死ぬんだ。だから君のおばあちゃんが死なないように俺の腹の中で育ててるんだ。おばあちゃん、イコール俺と一緒になれば君は一生涯俺とこの俺の中にいるばあちゃんと一生幸せに暮らせるんだ。どう？いやいや、私はおばあちゃんに触れたいじゃん。おばあちゃんのぬくもりを買う。あなたの腹なの。いいよ、私主人公だから。あなたの腹を切り開いておばあちゃんを取り出す結末が待ってるのよ。それでもいいの？ダメだよ、俺もばあちゃんと一緒にいたい。わかる？ばあちゃんと一緒にいたら君とも一緒にいられる。私と一緒にいればばあちゃんいなくてもあなたはいいじゃない。ダメよダメよ、君はどっか行っちゃう。君どっか行っちゃうから、これ安心保険剤。わかる？このばあちゃんが俺の体にいる限り君も俺から離れていかない。だからこのおばあちゃんは割り勘でいいか。割り勘の意味知ってる？半分こ勘って勘定の勘ですよね。お会計を別に半分こねって言っておばあちゃん半分こねって意味じゃないんだけど。そういうこと？オオカミが赤ずきんちゃんの家を訪ねて、うん、お菓子をもらおうと頑張るシーンだって、うん、最後のセリフはもう少し安くなりませんかね。わかった、わかった。ルンダ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  Take a drink。 ラララおいしい、お菓子をくれ。おかしいだろ。残念ながらうちはそんなに裕福なお家じゃなくてさ、甘いさお菓子とかさ、素敵な砂糖お菓子とかさ、食べられなくてさ、我慢してるからさ、そんな簡単にあげられるお菓子はないの。ごめんなさいね。かわいそうに。じゃあしょっぱくてもいい、塩でよ。海から拾ってきてなんか作ってよ。海に行って作るんだったらオオカミさん自分で作ればいいんじゃないの。確かに、うん。それじゃ、それじゃダメだよ。それじゃダメなんだよ。じゃあ分かった、うん、俺と一緒にお菓子を作ろうぜ。いいわよ。なんと材料取ってきて。分かった。もうそんなにもうかわいそうな人生だったら俺が養ってあげるよ。養ってあげるから。お金さん収入があるの？ある。やばい、何の仕事してる？ FX。 分かった分かった。じゃあ俺と結婚するのが難しいっていうんだったら、今積み立ててるその何あの口座をあげるよ。本当に？本当。あと買ってくれていいから、もともと1億ぐらい持ってんだけど株、半分でいいよ。5000万円ぐらいで買うの。私がお金がないのに売りつけに来たってこと？そう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 。でもさすがにそんな、うん、そんな高いのは買えないわ。もう少し安くなりませんかね。ラスト1個があるみたいなので、ちょっと今のお名挽回をね、できればなと思いますよ、うん、お名挽回を。お名返上。あ、それだ。実際に思い出しながらオリジナル要素を入れた赤ずきんちゃんの劇をやってみましょう。え、最後のセリフはおばあさん犯人はあなたですね。で、うん、赤ずきんちゃんの劇をやるんだって。さあ、ここに
来ていただいたのには理由がありましてよ。そんな感じ？なんだ？私、赤ずきんちゃんはやばくない？おばあさんのお見舞いへ行ったのです、うん、あ、そう。そうすると、なんとおばあさんは寝ておりました。ナレーション、うん、寝てたの寝てたよね。おばあさんは寝てたのでも、うん、その後、うん、そのおばあ寝てた、私がおばあさんだと思ってたおばあさんは、うんうん、おばあさんではなくて、うん、私は食べられそうになったという事件が、おばあさんに食べられそうだったのやばくない分かった、おばあさんに食べられそうになったな事件が発覚しました。かわいそうに。どうした？私は大変困りましたわ。何ですわ？そこで急に出てきたのがあなた、オオカミさんだったの。どこから出てきたの？私がおばあさんだと思っていたのはあなたでしたわ。やばくない目おばあさんに見えたのこれ大丈夫、ね、おばあちゃんだよおばあちゃんだよ。しかし私の知っているおばあちゃんはそんなもんあなたではないわ違うのか。ここで事件が発覚した。なんだ？私がこの謎を解かなければならない。なぜおばあさんは消えたのか、そしてなぜあなたが家の中にいたのかあなたの証言を聞かせていただきましょう。大丈夫、私がおばあちゃんだ間違いない。ほら顔見なさい。ほら、ね、え、違うの？私の想定ではさ、おかみさんじゃなくて犯人はおばあちゃんだからさ、 あなたがさ本当に悪くなっちゃったら困るんだよ。そうなの？そうなのか？そうなのか？暴露しよう、あの暴露しよう。私はな、オオカミが大好物なんだ。分かんない分かんない分かんないよ。オオカミが、なるほど、私はいつものシナリオ通り、オオカミさんがおばあちゃんを食べたものだと思っていたの。でもあなたはオオカミの顔おばあちゃんの顔そういうことだ。おばあちゃん、あなたが犯人だわ。忍者の新しい伝説が生まれたよ。逆だったんだよ。響きスタイル、みんな楽しかった？どう？エチュードって難しいねまずあれだね、うん、コスプレの原作を知らないという状態は良くなかったわ ね。でもなんか食ったみたいな話だよね今日はここまでではない。ここまでだよ。うまくできたかしら？できたよ。あ、そう、うん、そうね、うん、すごく上手だったわよね。ありがとう。上手だったわよね、うん、これが赤ずきんだよ、みんな。ということで今日はここまでです。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。今日の担当は殿ヒカルと、はい、オール様つむぎりさ、殿つむでした。バイバイ素敵な花見を。